Hi, how are you? It's me, Sanae. Welcome back to my channel. さあ、今日は、まあ、何でもそうですけれども、絵本をじゃあ読めるようになるっていうところについてちょっと私お伝えしていきますけどね。で、アクセルを最初踏みましょうっていうことをすごくお伝えしていて、ぐーっとね、アクセルを踏むんです。で、なんでそれが重要かって、例えば、ジョリーフォニックス、いろんな先生がいらっしゃって、いろんなこう進め方をしていると思うんですけれども、私のところでは結構早い、まあ、個別なので、それができるっていうのは一番あるんですけど、淡々と進んでいきます。はい。その理解度ももちろん見ながらですけど、割とこう最初グーッとアクセルを踏んで、淡々と進んでいくんですね。で、そういう、まあ、スピード感を持って進めていく。これが一つですね。で、それとともに、じっくりゆっくり育てたいっていう部分も一つ。この二つがあって、スピード感、そしてじっくりゆっくり、そして、何ですかね。じっくりっていうのはこう寝かせる感じですね。わかんないけどビーフシチューを作るときにコト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 、そんなに手間はかけませんけど、コト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 煮込む、美味しいビーフシチューとかあるじゃないですか。そういうね、じっくりゆっくりっていう、こういうこの二面性、二つのことを共にこう育てていくっていうのが重要かなっていうのを思っていて、一つは先に先に進めるっていう、ちょっと強い力です ね, ね。なんでそれが必要かっていう と,、じゃあ一番最初の何ですか、ジョリーフォニックスでいうとグループ1、2の段階でちょっともう真っさらな状態で始める子っていうのは、なかなかこう、うんともすんともうんっていう状態のお子さんもいます、いますね。で、ブレンディング合体ディクテーション何それみたいな、そういうお子さんもいます。ね。だけれども、その中で、それもありつつもちょっとこう前に進めていく力っていうのはすごく必要かなと思っています。なんでかって、そこにずっと停滞していたらもうそこでしかないんですよね、なのでグループ1、2にずっと理解を待っていたらもうずっとそこにかかりきりになっちゃうので、それでも前に進める力っていうのはちょっと大事かなと思います。で、それに反してかもしれませんけど、それとともに、じっくり育てる、復習をたくさんやるとか、他の面でのフォローっていうのはすごく大事ですよね。なので進めるからといって、置いてけぼりになるという感じではなく、先に進める力を持ちつつ復習も後から追ってくるっていう感じで、たくさん、ジョリーフォニックスってね、復習がワークにもたくさん入ってますので、すごくいい教材で私大好きなんですけれども、はい、そういった感じでスピード感と、あとじっくりゆっくりコトコト煮込むみたいなのを、合わせ持って進めていくと、うまく回っていきますよっていうところですね。で、それとともに英語の絵本も一緒に読みつつ進めていくとすごくいいです。はい。ちょっとまたね、何ですかね、ほわんとした話に感じたかもしれないんですけど、英語って割とそういうところがあるかなと思います。算数みたいにこの 1+1 がパチッと決まったから、じゃあ次に進めてパチッと、カチッと。っていう感じではなくて、ここがもやっとできて、ここはもやっとできて、そこはもやっとできて、やってるうちにカチャカチャカチャって少しずつこうつながっていく、そんなイメージを持たれると英語の学びってうまくいくかなと思います。 Alright, thank you for watching this video. See you next time. Bye!